話し人の皆さん、こんにちは。三原の未来をつくる相談会。本日は2024年5月28日。この回は臨時開催。通常はですね、午前中だけなんですけれども、本日は午後からも開催をしております。三原の未来についてご相談がある方は、ぜひですね、サンシープラザにお越しください。本日17時まで、ご相談を受け付けております。主催は生活充実講座を地域に広める会、地道。私は副代表、広報部長の下村隆です。よろしくお願いいたします。今回の動画は、三原発グローバル産業の認知モデル。パッと理論量子認知床学というテーマで、お送りいたします。前回の動画をまだご視聴になられていない方は、そちらをまずご覧になってから、この動画をご覧ください。私がこの動画を皆様にお伝えする目的は、一つはですね、認知モデルというものを三原市民の皆様に扱えるようになっていただきたいという私の願いからです。前回の動画でお話ししましたが、認知モデルを理解するということは、その人を理解するということです。あなたご自身を理解するということは、あなたご自身の認知モデルを第三者にあなたの言葉で話ができるようになるというふうに私は考えています。このことに私が気がついたのは1990年の時でした。その時私は塩野義製薬で新薬開発の仕事をしておりました。で、その時ですね、私が実施している仕事にはパターンが扱う新薬の領域がですね、変わっても、同じ枠組みの中で、私は日々の仕事をやっているというふうに、その時捉えてくれました。ですから、人工知能があれば、まあ、仕事をかかるなと思いましたので、1990年の時点で、私と同じように考えられる人工知能を欲しいと思い、密かにですね、調査をいたしました。で、当時の結論は、今に比べて、マシンパワーはですね、遅いですし、あとアルゴリズムも、今のですね、大規模言語モデルのようなアルゴリズムはまだ、見えていなかったので、この2つの点で、情報処理にすごく時間がかかるだろうな、というふうに思いました。で、それ以前に、私と同じように考えられる人工知能のプログラムは、こういうプログラムになります。だから、こういうプログラムをぜひ、書いてくださいというふうに、私がですね、プログラマーの方にお願いできない自分であるということに行き着きました。この時、私自身が私の認知モデルを第三者に私の言葉で語ることができないということに気づいたというエピソードでした。それがですね、その時の私の体験が、私自身のことを知って、あなたにですね、知っていただこうと思ったら、私の認知モデルですね、私の言葉でまず語れるようにならなければですね、それは難しいのではないかというふうに思うようになりました。もちろん、感性のですね、高い方は、相手がですね、どういう言葉を使っていたとしても、その人のことが、なんとなくですね、わかるということなのだろうと思うんですけれども、それはですね、その感性の高い方の感覚として、目の前の方の認知モデルを把握されているということで、その捉えられた感性の高い方の感覚は、
その方の中だけにあってですね、それを他の方とは共有できないというものですので、その状態のもの、まあ、もちろん、その感性の高い方がより良い人生を送られる。感性の高い方が、まあ、幸せな人生を送られるというところにおいてはですね、非常に、有効なですね、有用な才能、能力ですけれども、私と同じように考えられる人工知能を作るという観点からは、まあ、貢献できないということになります。未来を作るとき、なぜですね、あなたがその未来を作りたいかということを必ずですね、あなたの言葉で説明するされるときがあります。で、その時にあなたの認知モデルがまずどういう認知モデルであるかということをですね、開示することができればですね、そういう認知モデルを持っているあなただから、まあ、そういう未来を作りたいんだろうなと。というふうに、相手がですね、理解をする糸口を持つことができるということです。ですから、この動画は、私がですね、あなたに私が行っている三原発グローバル産業と、まあ、理解をしていただきたいという思いが一つと、あとは、まあ、私がですね、三原市民の皆様に、まあ、そういう期待を思っているということから、私であればですね、私の認知モデルを、その私がやろうとしていることに対して、このように当てはめて説明をしますという実例をお示しするという、この2つのですね、目的を持って、この動画を収録し、皆様にお届けします。では、板書をした内容に従いまして、お話を続けさせていただきます。今回の動画のタイトルは、ミハー発グローバル産業の認知モデル、アット理論量子認知科学です。で、こちらはですね、理論量子認知科学は、私が、まあ、今お話ししたようなことをですね、実行するまでに、体験的確信論をですね、持ち、その体験的確信論が新しい状況でも通用するかどうかということを、私の体験を持って実証してきたと。それは、自己評価のレベルで実証してきたんですね。で、その実証してきたことに、実証してきたですね、私の科学知識技術の体系をどう名付ければ、そのものをまあ表現できるかということを考え続けてですね、出てきた言葉が理論量子認知科です。ですから、私がですね、これまで皆様にご説明をした認知モデルや、様々なですね、社会開発に関する、概念ですね。とか、理論というものは、すべてこの理論量子認知科学をベースにしております。で、ミハー発グローバル産業の認知モデルという表現はですね、少し違和感を持たれるかもしれませんが、それはですね、私自身が、私の観察対象はすべて主体である。で、私のですね、まあ、意識の中に、作り上げている三原発グローバル産業というものはですね、それそのものが主体であるという捉え方をしています。ですから、その三原発グローバル産業は主体としてですね、どのような認知モデルを持っているか。それは、この三原発グローバル産業を計画し、推進しているのが、私ですので、私の認知モデルが、三原発グローバル産業という枠組みの中で、どのように表現しているか、どのようにその構造を作っているかというお話になります。では、話を続けます。この三原発グローバル産業の柱は、2つあります。
一つは学校管理で、もう一つは究極の意思決定です。この学校カンパニーは、三原市民の皆様が欲求を満たすイネームがになる、当たるというものです。で、こちらのですね、究極の意思決定論は、三原市民の皆様が主観を確立するというための、共に育む教育プログラム、教育カリキュラムの名称となっております。で、こちらはですね、究極の意思決定論の目的は、こちらです。自分をうまく表現するということです。これはですね、私が受けてきた学校教育、家庭で両親にしつけられたことをですね、思い出したときに、私はどちらかというと、非常にですね、いろんなものに興味を持って、いろんなものをやりたいという認知モデルを持っておりましたので、私にはですね、我慢する、我慢を覚えるという教育ですね、そういう場が設定されていて、で、そういう場にですね、うまく自分を合わせていく。表現するというよりは、自分の、まあ、その欲求を抑えるですね。抑えるということを、学んだ、時期だというふうに、考えております。で、不登校がですね、問題になるのは、私と同じようにですね、我慢を強いるという環境をその学校教育の場で感じ取っている生徒さんが多いので、その我慢する目的さえよくわからない。何のために自分は、その自分の欲求を抑えなければならない。そのことについて理解ができない。尋ねても大人は答えてくれない。ということが原因で不登校児が増えていると。というふうに私は推論しております。もしですね、私の推論はちょっと間違ってますよ、ということ、という事実はですね、お知りの方は、ぜひ、この動画のコメント欄にメッセージをお願いいたします。いただいたメッセージをですね、拝見させていただいて、まあ、私のですね、認識を改める必要があると思えばですね、改めますし、まあ、私がですね、うまく表現できていない部分があるなと思いましたら、表現をですね、まあ、変更していきたいというふうに考えております。ここでですね、一旦、動画の撮影を止めます。それでは、説明を続けさせていただきます。自分を表現するということが重要だというふうに私は考えましたのは、私がですね、受けてきた教育及び社会のですね、ベーシックな雰囲気が我慢をですね、まあ、求めるというところがあるというふうに考えているんです。我慢することを求められて育ってきた方がですね、イノベーションを起こすと、ということをいきなり求められてですね、なかなかその人の認知モデルですね、変えることは難しいのではないというふうに私が体験をしてきたからですね、私はまあ、自分を表現するというか、真ん中と全体です、中心と全体を常に捉えて、その中心と全体から主張をしていたので、まあ、基本的にはですね、理解していただける場面が多くありました。で、ただですね、理解はしていただけているんだけれども、どうしてもですね、それは嫌だとかですね、それは認めたくないという方とももちろん、お会いしてきましたので、まあ、そういう方々のことも含めてですね、今の社会の、まあ、認知モデルですね、認知モデルを変えていくことがですね、すべての人が幸せであり続ける地球に
を体現するには必要だというふうに考え、その中でこの主観の確率と自分を表現するという観点から、究極の試験というのがを編み出しました。で、もう一つがですね、この欲求を満たすイネーグラ、観光カンパニーですね。イネーグラというものは、それをですね、可能にするものということです。で、欲求を満たすことを可能にするものが、としても学校カンパニーというのは、どういう意味合いを持つかと言いますと、社会的共通資本を作り、蓄積し、継承する場であるということです。まあ、学校カンパニーっていう名前でお分かりになっていただきますけど、まあ、小学生からですね、中学生、高校生、大学生。で、カンパニーというのは、この究極の意思決定論を、まあ、学校で提供してですね、まあ、世界を飲み込む三原人材を育成するということに取り組みたいと思います。で、その世界を飲み込む三原人材は、目標としてはですね、研究開発型個人事業主です。それはですね、小学生、中学生、高校生の時に、自分が面白いと思うことをですね、とことん取り組んでもらってですね、で、そのとことん取り組んだことに社会性を持たせる。社会性を持たせるというところを含めて、主観の確立であり、社会性を持たせるということは、まあ、自らの主張ですね、理解への理解者を増やしているということになりますから、それはまあ自分をするということになります。で、それを実際にやっていく場が、この学校関係ですね。で、例えばですね、小学3年生であろうと、小学2年生であろうと、まあ、自分の得意を使ってですね、誰かに役に立つ。で、それを自分がですね、学校を卒業した後、ちゃんと授業として、この生まれ故郷を見放して始めたいと。いうふうに考えて、そう主張した生徒さんにはですね、見晴らしの大人、もしくは見晴らしの大人が持っているネットワークですね。ネットワークをうまく活用して、その小学2年生、小学3年生、小学4年生のですね、まあ、願いを叶える。その子の得意をぜひ、ね、伸ばしてください。伸ばして、見晴らしで授業を始めてください。で、例えばですね、その子供、生徒さんは学校の中で勉強しながらですね、ある授業を立ち上げたいと思いですね、で、実際、中学生の時にはですね、具体的にお客さんを見つけることができて、授業ができそうだというふうになった時に、その学校カンパニーの、研究開発型個人事業としてですね、その授業をもう仕事をやっていくと、中学生ですね。で、まあ、そういうその場になると思います。で、それを実現しようと思いましたら、午前中は学校教育、午後からは地域活動、まあ、先生も副業可能というその学校にしていくというのがですね、まあ、私が構想する、学校カンパニーを実際に話して、実現していくということにおいては非常に有用であるというふうに考えております。ですから、今のですね、既存の、まあ、三原市内の小学校、中学校で、それが難しいのであれば、フリースクールの形態です。フリースクールの形態をとって、で、かつですね、そのフリースクールを三原市の小学校や中学校の空き教室で、開催するということですね。で、私自身はやはりこのですね、一人一人の見晴らし人が自分の得意を使って誰かに貢献し続けられる未来を見晴らしに作る、一人一人の生徒がですね、そういうものを見晴らしに作っているということを、小学生、中学生、高校生の間から働きかけていると。ということをですね、に取り組みたいと思っておりますので、フリースクールをその学校にですね、空き教室でやると。で、そのここの部分ですね、未来を作るという部分は、一般のですね、その学校の生徒さんにもですね、機会を見て、その授業を提供していくということをですね、
三原市全域で、行いはですね、三原で生まれ育った人が、三原で、事業をですね、始めるという三原の未来を、作れると確信をしております。で、もう一つですね、学校カンパニーの、役割として食料とエネルギーの普及です。私は中野町小学校の近くに住んでいるんですけども、耕作放棄地がですね、かなりあります。ですから、耕作放棄地で、食料を作るということがですね、学校カンパニーであって、で、その学校のある地域の住民の方の食料の何パーセントをですね、学校カンパニー、もちろんそれは生徒さんだけじゃなくて、地域住民の方はですね、ご協力をされると。で、土、えっと、人はですね、炎を使い、土と共に生きるというのがですね、基本の、基本のですね、宇宙と、人との関係性になるというふうに私は考えておりますね。で、あとですね、農業されている方はですね、80、90になっても畑仕事をする。その畑仕事が、その健康なですね、日常を送るというところに、非常にですね、あとストレスを、ケア、ストレスを和らげていくんですね。一人になって土と対話する。一人になって、作物と対話する。植物と対話するという、そのですね、時間というのが、ストレスを緩和する効果があるというふうに、私が考えているからです。もちろんこれは強制ではなくて、このですね、共同体社会に残っている。で、一つ前の動画でお話しましたけれども、2020年からですね、2025年の間の世界中の人の行動が、非造物として、人類史と世界の仕組みの中で認められる悪魔、お金、国境、道具ですね。この道具の部分を、世界中の人はですね、人類の、英知である科学知識技術を等しく使えるようになると。で、そういう状況の中で、嘘と独り占めが不要なですね、人間社会を作っていくという流れをですね、三原から作って世界に展開していきたいという希望もありまして、こういうですね、働きかけを皆さんにしております。ですから、食料とエネルギーが自給できれば、中東で紛争があろうとですね、東ヨーロッパで紛争があろうと、三原市民の日常生活には、全く関係ない。で、さらに、東アジアをですね、安定化させればですね、日本の民も、韓国の民も、北朝鮮の民も、中国の民もですね、日常生活が安定して安全安心な日常を送ると。で、これまでの社会は、韓国のですね、民の日常生活を安定にして、で、その不安定な状態になるのは、その民の間にですね、その争いが起こるような状況をですね、設定している人たちがいるんですね。お金の力で。で、それによって、民の生活が不安定になり、で、お互いがですね、その争うような状況を、作ってきていると。作ってる人たちがいる。で、そういう人たちの働きを利用するということですね。その一つの、一つが最も有力な手段が、地域の食料とエネルギーが自給自足するという社会なところです。そういう意味で、学校看板には食料とエネルギーですね、地域の自給ということが一つ大きなテーマなんです。それを、その地域の社会的共通資本で実行しているんですね。もう一つのですね、究極の主権というのは、先ほどの説明になりますけれども、一人一人の主観の感覚です。それはどうなっていくかというと、一人一人が自分を表現できるようになる。で、嘘と独り占めが不要な地域になるんですね。で、それをそのまま世界の人口を見習うことであると。
で、これですね、すべての人は世界を飲み込んでいるんです。で、宇宙を飲み込んでいるんですというのが、純粒子ニッチ科学の主張であります。で、飲み込んでいるんだけども、そういうものに対してですね、意図的に、取り組んでいると。意図的に関係を持っていく、主体的に関係を持っていくということができる人材のことを世界が見張る人材に出すんです。で、一人一人ですね、独自の身体をお持ちですので、独自の体験と独自の記憶から、この人が夢中になれるものです。とことんやって、その夢中にな、な、なれる、なっていうことに関しては、誰にも負けませんよ。というぐらい、そこを極めていただくということで、研究開発型個人事業主と、一人一人ですね、になりましょうと。で、最後ですね、この真ん中にお示ししたのは、どういうですね、関係を個人が結んできているかと。一人一人の皆さんがどういう、何に対して関係を持ってきているかということを示した図になります。部分になります。で、地球の表面上に人類がですね、導き出されたときに、我々の祖先は宇宙の共同体しかなかったんですね。この2つとの関係を一人一人の個人が持ち、で、共同体を形成していくということです。ですから、共同体、社会をですね、語っている人はですね、社会の中にいるということですね。社会の中にいる人が、社会全体のこと、共同体全体のことを語っている。で、宇宙の中にいる人が、宇宙全体のことについて語っているということになります。ですから、私だけでなくですね、この動画をご覧になっていらっしゃるあなたも、中心と全体を持っているんですよね。中心と。その中心は、あなたも私も自己ですね。自らの自己であり、全体はですね、この宇宙と共同体。この宇宙と共同体を、理解をしていく手段ですね。変えていく手段として、あなたも私も身体を使い、で、その身体プラス道具ですね。道具を使って宇宙と共同体へですね、理解を深め、で、宇宙と共同体を、のある部分を、あなたが欲求を満たすために使い、私は私の欲求を満たすために使うというか、関係を持つですね。関係を持っているということです。で、最初にですね、あなたは私も生まれたときに、作られている場というか、接している場所は家族です。で、家族の次は、自治会です。自治会。町内会ですね。とか、あとは、近所のおじさん、おばさんも、生まれるんですよね。で、次は、行政ですね。最後は行政なんですね。顔の、見えない人との関係を結んでいるという、自治体の一部そうですけども、自治会と行政の違いです。これは、例えば国家間の関係もあったりしてですね、国際社会の中の日本、で、国際社会の日本としてある役割を期待されたときに、こちらがですね、自治会や家族にとってみたら、国民にとってみたらですね、なんでそんなことをやらないといけないのかと思うようなことを、やってる部分は。それが前提ですよね。で、こういうですね、家族、自治会、行政と我々一人一人は関係を結んでいるということになります。で、私はですね、この学校カンパニーとあと究極の意思決定論というのは、社会的動物資本ですね。社会的共通資本をその地域に蓄積をし、すべての人がですね、
自分をまあ表現すると、できるようになると。こういう、その場にしていくんですね。ここですね。ここを全部そうしていく。それをやり続けるためにも、あなたはですね、あなたが夢中になり続ける何かをですね、持ち、それを極めていく。私は極めてきた結果、まあ、意思決定とですね、認知モデルと、まあ、その組み合わせた社会開発の、まあ、専門家として、今活動している。で、2020年から2025年までの世界中の行動がですね、その後の世界を決めるというふうに2019年の時に、気づいたので、その先に全ての人が幸せであり続ける地球を体現、できる、そこまでの流れを太くですね、さらに加速できるように、今の体で活動しているということですね。で、そういう観点からの、まあ、学校パターンと、まあ、救急の教えですね。で、これですね、今はですね、まあ、サンシープラザに、市民大学ですね、あります。市民大学。で、私はですね、この市民大学にも、この究極の意思決定論、プラス、この学校参観ですね。学校カンパニーの、まあ、アイデア、概念をですね、持ち込んで、見ながらね、現役にある小学校、中学校、さらに、まあ、池前のサンシープラザにある市民大学ですね。これをですね、このネットワークを形成して、三原市内にですね、まあ、様々な専門家、それは個人事業としての専門家の方もいらっしゃいますし、まあ、組織、会社の中でですね、長年培ってこられた、まあ、専門性もあるでしょう。そういうその専門性を持たれている方のネットワークをですね、すべて、まあ、次世代の人材育成、ですね。ここにですね、貢献していただくという未来、三原市民の皆様と一緒に作っていきたいというふうに思っております。ではここまで動画をご覧になっていただきましてどうもありがとうございました。理論量子認知科学者の下村拓でした。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。